基本型とは折り紙において、その形から複数の折り紙作品が作り出される、汎用性の高い形のことである。基本形の名前は、その元となる伝承折り紙の名前から付けられることが多い。基本型に少し手を加えたり、複数の基本形の一部を組み合わせることで、様々なバリエーションの作品を作ることができる。以下で示すのは、特に広く認められている。 伝統的な基本形の一例である。まず正方形の紙を座布団折りしてからタコ、魚、鶴、カエルの基本型を折り、座布団を折りした角を引き出して、形を整えると、より複雑な基本型を作り出すことができる。これらの座布団だコ、座布団魚、座布団、鶴、座布団カワズと呼ばれる基本型では、角や辺が増えており、 本来の基本型よりもより複雑な作品を作り出すことができる。さらに二度座布団折りした紙から基本型を折り、同様に角を引き出して複雑な基本型とすることもできる。理論的には座布団折りを無限に繰り返すことでいくらでも複雑な基本型を作り出すことができるが、実際には紙の厚みによって二度程度の座布団折りしか利用することができない。 ABCDEFGHIJK 笠原、国、e, ah、彦編著、小学館の学習百科図三35紙と、折り紙 ISBN4 から09から217,035から1小鳥の基本型とその周辺売小松秀夫。ありがとうございます。